はい、皆さんこんにちは、マトです。本日はですね、ついに発表されましたライカの Q3 についてですね、スペックだったりとか Q2 との違いっていうところを重きに話していきたいと思います。僕はですね、ライカの Q2 をですね、もうすでに持っておりまして、これをですね、もうすぐで4年ぐらいですね、使っているんですけども、僕がライカの Q2 をですね、3年半ぐらいですね、使用した感想っていうのをですね、別で動画出しておりますので、ライカの Q2 知りたいようだったりとか、そもそもライカの Q シリーズってなんじゃいっていう方はですね、右上もしくは概要欄からご覧いただければと思います。ではですね、早速ライカの Q3 について話していきたいと思います。早速スペックを出しちゃいます。ライカの Q2 とですね、比較したスペックっていうのが、このような形でですね、なっております。主にですね、ライカの Q2 と変わってるところをですね、項目として洗い出しました。まずですね、重要な部分で変わってないところについてなんですけども、センサーサイズは両方ともフルサイズになっています。で、レンズに関しても同じですね。ライカの Q シリーズっていうのは、レンズ一体型のカメラ、いわゆるコンパクトデジタルカメラっていうような分類になるんですけども、レンズに関しては Q2 と同じズミルックスの F1.7-28mm になっております。で、ここからちょっと変わっていく点もですね、話していこうと思うんですけども、まず画像処理エンジンですね。画像処理エンジンっていう名前がついているので、その画像を処理する速度だったりとか、また写りにも影響が関わってくるこの画像処理エンジンっていうものなんですけども、ライカの Q2 では、ライカマエストロ2っていうのが画像処理エンジンとして搭載されていたんですけども、ライカの Q3 ではですね、ライカマエストロの4っていう形でですね、アップグレードしております。で、ちなみに、ここの比較表には載ってないんですけども、ライカの M11、そのライカの、本流って呼ばれる M 型の一番最新機種の M11 では、ライカのマエストロ3っていうのが使われてるんですね。いや、はじめこれ見て僕びっくりしまして、ライカの Q シリーズって、ライカの M 型より使いやすくした、その現代のカメラっぽくしてるよっていうような、コンセプトかなっていうふうに思ってたんですけども、ライカの M11 よりもいいですね。新しく作られた、その画像処理エンジンを搭載しているっていうことで、もうほんとフラッグシップに近いですね、機能なのかなっていうふうに思ってます。で、続いて画素数ですね。画素数に関しては、ライカの Q2 は4730万画素。これでもですね、だいぶ高画素ですね。ソニーで言うと、α7R3 とか、ちょっと一昔で言う高画素機に値するような画素数だったんですけども、今回のライカの Q3 ではですね、画素数が6000万画素っていうことで、本当にソニーの α7R5 とか、そのような、本当に今の高画素機と同じぐらいのですね、画素数っていうのを持っております。今回このライカの Q3 なんですけども、トリプルレゾリューションっていう、ライカの M11 に搭載されている機能が、ライカの Q3 にも入りまして、6000万画素だけじゃなくて、3600万画素。あと、1800万画素。この2つがですね、選択できるようになりました。これっていうのが、そのデジタルクロップとかじゃなくて、しっかりとその3600万画素で、その JPEG も RAW も撮れるっていうような形ですね。いや、これはかなりありがたいですね。僕はスナップよく撮るんですけども、スナップ写真はあんまり大きくプリントしようっていうのは考えてないので、そういった場合はもう1600万画素で、もう本当に気軽にパシャパシャ撮っちゃう。で、例えば、やっぱり6000万画素もあるので、風景写真を撮りたい場合は、もうそういった6000万画素を活かした撮影っていうのもできる。そういった本当使い分けができるようになりました。で、続いてクロップについてなんですけども、ライカの Q シリーズ、今までクロップっていう形でできておりました。で、ライカの Q2 ではですね、75mm までクロップできるんですけども、ライカの Q3 ではですね、画素数が増えたってことで、90mm までクロップすることができます。表でも出ているんですけども、35mm にすると約3900万画素。で、50mm で約1900万画素。で、75mm で約800万画素。90mm で約600万画素っていう形ですね。50mm でも約1900万画素。2000万画素っていうふうに考えると、もう APS-C のエントリーモデルとかと同じぐらいの画素数をですね、撮ることができます。いや、これも素晴らしいですね。結構ですね、50mm で撮りたいな、スナップとか撮っていると 50mm で撮りたいなと思う場面もあるんですけども、今までの Q2 でも1500万画素十分だったんですけども、今回約1900万画素っていう形で、さらにトリミング体制っていうのが強くなりました。ただ、クロップするときは従来と変わらず、そのクロップ数画角がモニターに映るんじゃなくて、
まあ、白線がですね、出るような形になります。まあ、これは Q2 の動画でも話しております。で、続いて動画ですね。動画も結構話題になってましたけども、ライカの Q3 をなんと 8K まで撮るようになりました。8K 恐ろしいですね。今まではライカの Q2 は 4K30 フレームまで撮れたんですけども、ライカの Q3 は 8K30 フレーム撮れるようになりました。4K で何フレーム撮れるかっていうのはですね、明記はされてなかったんですけども、おそらく60フレームまで撮れるんじゃないかなと思います。4K でも60フレーム撮れればもう十分ですよね。まあ思いっきりスローモーションで撮ることはできないんですけども、いや、これは素晴らしいですね。動画を撮る方にもかなり魅力的なのかなと思います。もう Vlog とかでも重宝されるかもしれませんね。続いてオートフォーカスですね。オートフォーカスはですね、新しく位相差検出方式を追加したハイブリッドオートフォーカスシステムってことで、Q2 からですね、かなり進化しております。まあ、これによって、まあ、高速度、高精度なピント合わせっていうのが可能になっております。また、空間認識の技術っていうのも採用されているみたいですね。ライカの Q シリーズってやっぱオートフォーカスはですね、他の最先端のカメラと比べるとかなり劣ってるんですよね。まあ、ただ今回新しいハイブリッドオートフォーカスシステムが採用されたってことで、これはかなり期待できるのかなと思います。EVF の解像度なんですけども、こちらはかなり向上しました。今まで Q2 が368万ドットだったんですけども、それが576万ドットになったってことで、まあ、こうやって EVF を覗いた時の解像度っていうのが上がったので、撮る楽しさっていうのが増えてくるのかなと思います。続いて液晶モニター。こちらもかなり話題になりましたけども、Q3 ではチルト式が採用されました。ライカのカメラでチルト式っていうのはですね、いやーびっくりしましたね。まあ、このチルト式をですね、採用されたことによって、まあ、そうやってリフレクション撮影ですごい地面に近づけて撮るときとか、今まではもう目で大体見るとか、あとすごいしゃがんで見るとかだったんですけども、そういった時の構図気味の苦労っていうのがかなり少なくなるのかなと思います。続いて本体の重さですね。こちらバッテリーを含んだ本体の重さになるんですけども、 Q2 の 718g からですね 743g っていうような形で若干重くなっております。まあ、これはおそらくですね、まあ、そのチルト式のモニターを搭載したからによる重量の増かなと思います。で、続いて最後、端子接続なんですけども、いや、こちらがですね、待望の、まず USB の Type-C、あとは HDMI ってことで、ついに実装されましたね。これが側面側に設置されてるみたいなんですけども、端子が設置されたからといって、デザインにあまり影響はなくですね、自然な形で端子が設置されてますと。まあ、これによって、まあ、USB だったらもちろん、そこから給電もできますし、 HDMI があるのでテザー撮影、スタジオで撮る方は使われると思うんですけども、まあ、カメラにパソコンをつないで撮った時にすぐパソコンに出るような形、まあ、そういったテザー撮影も可能になっております。ちなみに iPhone とも USB-C を経由して接続できて、まあ、そこから写真を送ったりとかっていうのもできるみたいです。で、続いてバッテリーですね。バッテリーは、まあ、ライカの Q2 では、まあ、こういう風にここのレバーを押すとバッテリーが出てくるっていうようなシステムになってます。で、ライカの Q3 でも、まあ、同じようなシステムではあるんですけども、このバッテリー自体は新しくなるみたいです。新しいバッテリーが従来の 1860mAh から 2200mAh に変わるみたいです。バッテリーの容量は増加したんですけども、それによるシャッター枚数が増えるっていうところは特に載ってなくて、なんか同じシャッター枚数っていう風な形で載ってました。まあ、なのでバッテリー容量は増えたんですけども、使える時間的には同じなのかなと思ってます。で、ただですね、ライカの Q3 で新しい部分っていうのが、オプションでですね、別売りでハンドグリップがあるんですけども、そちらをつけることによって、ワイヤレスで充電ができるようになりますと。いや、ワイヤレスで充電すごいですね。また新しいところに挑戦してきたなと思いました。いやー、すごいですね。あとちょっと表には出してないんですけども、変わったところで言うと、バッファメモリーがですね、Q2 よりも向上して、その連写、一度に多くの写真を連写できるようになりました。まあ、僕はあんまり連写そんな使わないんですけども、まあ、これによって、まあ、電車撮る人とか、まあ、ライカで動物を撮るかっていうのはわかんないんですけども、まあ、ただですね、たくさん連写しても、それに耐えられるようなバッファメモリーを積んでおります。で、あとはですね、アプリ経由でデータの転送っていうのは今までライカの Q2 でもですね、ライカのアプリ経由でできていたんですけども、ライカの Q3 では、その通信速度っていうのが約10倍になったっていうことで、いや、これもありがたいですね。やっぱりライカの Q3、6000万画素あるので、そのデータの移動っていうのはかなり時間かかるかなと思うんですけども、ライカの Q2 と比べて10倍速くなりました。で、動画撮影についてなんですけども、まあ、8K で動画記録できるよっていうのは説明したと思うんですけども、他にもですね、H265 だったりとか、Apple の
プロレスローにも対応するっていうことで、まあ結構ですね、そういった多種多様なコンテンツ制作のニーズにも応えることができます。まあちょっとこういった動画のところはあんま詳しくないのでさらっとですね、流しちゃうんですけども、まあそういったことも可能になってますと。で、写真、スチルに関しては、パースペクティブコントロールっていう、まあパース補正ですね。こちらの機能が追加されてますと。まあこちらもともとライカの M 型でもですね、搭載されている機能なんですけども、まあ、例えば建物を撮るときとかって、まあ、こうやって上向けて撮るじゃないですか。そうすると下がやっぱり広くて、でどんどん上に向かって狭くなっていくっていうような形になると思うんですけども、それをカメラ内で補正している機能っていうのがですね、ライカの Q3 で搭載されるようになります。いや、これはありがたいですね。僕とか結構建物を撮るんですけども、この機能を使えばライトルームとかで補正するまでもなくですね、カメラ内でパース補正をしてくれるっていうようなありがたい機能ですね。で、あとはもう一個、ライカダイナミックレンジっていう撮影補助機能がつきますと。まあ、これに関してちょっと詳しく、載ってないのでわかんないんですけども、まあ、ダイナミックレンジってあるので、例えばそのシャドウ部を、上げてくれたりとか、ハイライト部分を引き下げてくれたりとか、まあ、そういった機能っていうのはですね、撮影補助の機能として追加されるような形になります。スペックの話はこんな形で。で、ちょっとまあ一部、チルト式っていう方で話をして、まあ、外見の話もしてしまったんですけども、外見としてはですね、まあ、今までライカの Q2 っていうのは、まあ、左側にですね、ボタンが設置されていたんですけども、ライカの Q3 では右側にですね、ボタンが移動したっていうことで、まあ、片手でですね、操作できるようになりました。まあ、これって結構ありがたいですね。で、さらにこのボタンっていうのも、自分が好きなものが割り当てられるようになったっていうことで、撮影もサクサクできるんじゃないかなと思います。まあ、そんな形でざーっとですね、説明していったんですけども、あと他にちょっと変わってない部分ですね。逆にちょっと変わってない部分を言うと、マクロモード。まあ、このマクロモードっていうのがですね、まあ、引き続きついてますと。で、あとは防塵防滴機能。ライカの Q2 と同じレベルの防塵防滴機能がついてます。チルト式になったのに、防塵防滴、ライカの Q2 と同じレベルっていうのはかなりありがたいですね。で、あと手ブレ補正に関しても、ライカの Q2 と同じ手ブレ補正になっております。まあ、これはちょっと僕としては、手ブレ補正もう 0.5 段とか上げて欲しかったなっていうのは思ってますね。まあ、やっぱり6000万画素っていう形で高画素機になったので、その分やっぱりブレっていうのが目立ちやすくなるので、手ブレ補正上げて欲しかったなっていうのは気持ちとしてあります。はい、まあこんな形でざーっと説明していったんですけども、まあちょっとまだ他にもですね、企画すればあるとは思うんですけども、一旦まあ僕が気になるところっていうのですね、上げていきました。で、まあ気になる値段ですが、ライカの公式ページで90万2000円ということでまあ気軽に買えるものではないんですけども、100万超えるかなと思ってたのでそれとそう考えればちょっと安く収まったのかなと思います。で、実際僕もライカの Q2 持ってますが、ライカの Q3 は買うのかって言われるとですね、もしかしたら買うかもしれません。買うに若干寄っていますね。っていうのも、まあ、ライカの Q2 の動画見てくださってる方は、僕が言ったデメリットっていうのをですね、もしかしたら覚えてるかもしれないんですけども、まあ、デメリット、まあ、4つ挙げて、まあ、1個は高いっていうのはちょっとま、抜きにして、1個はですね、そのバッテリーが、その充電が不便。まあ、USB で充電できたらいいなって言ったんですけども、まあ、それが可能になりましたと。で、あとは、非圧縮で取れないので、ローデータがかなり重い。ライカの Q3 も圧縮で取ることはできないんですけども、画素数がですね、3600万画素と1800万画素っていうような形で調整できるようになりましたので、まあ、スナップ撮るときはそれこそね、1800万画素で撮ろうとか、で、風景撮るときは6000万画素で撮ろうとか、まあ、そういった形で自分で変えられるので、まあ、1800万画素だったら、非圧縮でも、まあ、そんなにすごい重くなることはないかなと思いますので、ここの問題も解決してますと。まあ、そういった形で、で、さらにまあ、チルト式ついてたりとか、まあ、そのパース補正の機能がついてたりとか、割と大きなアップデートかなと思うので、かなり顔寄りになってます。まあ、ライカの Q2 の動画では、まあ、ライカの Q2 売るつもりないのでとか言ってたんですけども、やっぱなんだかんだ新しいの出ると気になっちゃいますよね。まあ、またもしですね、Q3 購入したらですね、実際使用してみたっていう形で動画にしてみたいなと思いますので、まあ、どっちなのかっていうところはですね、また報告できればなと思います。はい、そんな形でですね、本日はライカの Q3 についてですね、少し喋っていきました。値段的に手が出づらいカメラではあるんですけども、まあ、僕自身で Q2 を買ってかなりその写真に対する考え方っていうのが変わってきたので、まあ、そういったところを踏まえるとですね、かなりいいカメラなんじゃないかなと思います。はい、今回動画は以上になります。少しでも動画参考になった方はですね、ぜひ高評価、あとチャンネル登録、ベルマークの通知よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。